この辛い現状もいつかは過去になるんです。前を見ていればいつかは光が見えます。皆さん顔を上げてください。ブラックワールド。こんなところに一人でどうしたの？もしかして迷子？うん。それじゃお姉さんが一緒に探してあげるわ。私の名前はエリカ。38歳で小学2年生の子を持つ母親。こういう困った人を見ると放っておけない性格で、月に何度か地域のボランティア活動にも参加している。もう迷子にならないようにね。ありがとう。ありがとうございます。よかったよかった。エリカさん、何にも良くないんだよ。レジ打ちのエリカさんが抜けたから、他のお客様がレジ前で大渋滞してたよ。私、困っている人を見かけたら放っておけないので。サービスカウンターに引き継いで店内放送してもらってください。あなたのその単独行動こそお客様を困らせてるんだから。特に今日は新人のレイナさんもレジに入るんだから、しっかりフォローしてくれないと困る。次の休憩までレイナさんにマンツーマンで教えてあげてください。はじめまして、よろしくお願いします。あなたがレイナさんね。はじめまして。会えるのを楽しみにしてたわ。もしわからないことがあれば何でも聞いてね。ありがとうございます。へえ、レイナさんって最近引っ越してきたばかりなのね。はい、主人の転勤に合わせてこっちで生活をしようと思いまして。転勤って大変よね。お子さんは？来年小学生になる子が一人います。ふん、どこに住んでるの？え？どこの学校に行く予定？通う予定の小学校や中学校の評判とかも気にした方がいいわよ。小学校でもいじめ問題があったり、中学校なんてもっと怖い事件が起きることもある時代よ。しっかり調べておかないとね。はあ、教師の問題もあるから大変よね。私にも小学2年生の子供がいるんだけど、通ってる学校はとてもいいところよ。よかったら同じ学校に通えるようにうちの学区内に引っ越しし直したら？近くのアパートに確か空きがあったはずよ。主人の社宅を借りてるので引っ越しは考えてないです。あら、そう、残念。他に何か困ってることない？特には。嘘ばっかり。遠慮しないで何でも相談して。同じ年頃の子を持つママさん同士、レイナさんの力になりたいの。強いて言えば、子供が喘息持ちなのでいい病院ありませんか？喘息持ちなの？大変よね。私いいサプリ持ってるからあげるわ。サプリじゃなくて病院を教えてほしいんです。遠慮しなくていいの。うちにいっぱい買いだめしてあるから一箱あげる。お子さんは今大丈夫なの？この時間はお母さんが来てくれてて、代わりに見てくれてるので大丈夫です。ダメよそんなの。喘息は家庭環境で変わったりするから、引っ越ししたばかりはもう少し子供との時間を作って寄り添ってあげないと。今日はもう早退しなさい。みんなに迷惑かかりますし、働き始めたばかりなのでそんなことはできません。子供が弱っている時、こういう時に寄り添ってあげられる親じゃないと、人格形成に悪い影響を与えるわよ。このままだと将来グレちゃうんだから、そばにいてあげなさい。お客様にとって店員はたくさんいるけど、子供にとって母親はレイナさんしかいないの。でも。いいの、上には私から話しておくから。何も心配することはないわ。行っておやりなさい。私が誰かを助けたくなるのには理由がある。私が小学生の頃、男手一つで育ててくれた父は毎日忙しかった。遠足がある日に余計な負担をかけまいと父には何も言わず、私は朝ごはんに用意してもらったお茶碗のご飯をこっそりラップで包み、それだけを持って登山に行くこととなった。私は誰にも見られないようにこそこそ一人で食べようとしていると、先生に声をかけられた。事情を話すと、先生は自分のお弁当から厚焼き卵を分けてくれた。クラスのみんなは私に少しずつおかずを分けてくれて、真っ白なおにぎりしかなかった私のお弁当は、誰よりも一番豪華なお弁当になった。あの時食べた厚焼き卵の味は今でも覚えている。物心ついて初めて母親の味というものを知った気がした。クラスのみんながくれたおかずは優しさの味がした。そこから私は自分も困っている人を助けられる人になると決意した。今日、田中君のシューズに画鋲が入れられていたそうです。これはいじめですよね。
たまたまじゃね？そんなことありません。間違いなくいじめです。そうですよね、田中くん。いや、こんな大ごとにしなくていいよ。僕の勘違いだったかもしれないし。ダメです。ちゃんといじめられたら、いじめられたことを誰かに打ち明けなければ。さあ、田中くん言ってください。僕はいじめられてます。どうぞ。学生の頃は学級委員長になり、困っているクラスメートに手を差し伸べ。まもなく終点です。よかったら座ってください。親切にありがとう。でも大丈夫よ。いいえ、遠慮なさらずに。本当に大丈夫だからね。お年寄り優先なので。いや、もう終点だから。立ってた方が膝に負担少ないから。ダメです。危ないので座ってください。バスの走行中にこのやり取りしてる方が危ないよ。頑固な人だね。困っている人がいれば積極的に声をかけた。あの人やっぱり退職するらしいわよ。仕方ないわよね、あんなことがあったら。送別会しません？え、何言ってるの？こんな急にお別れなんて悲しいじゃない。送別会しましょう。レジのお金を盗んだり万引きをしてた人の送別会なんて誰が行くのよ。きっと何か困っていて仕方なくやってしまったんだわ。送別会をしましょう。ごめんね、急にシフト変わってもらって。いいのよ、お葬式なら仕方ないじゃない。お葬式？誰か亡くなったの？ええ、私の身内がね。社員全員でお香典と弔電とお花を送りましょう。住所教えて。身内って言っても旦那のお母さんよ。みんなには関係ないわ。それでも悲しい気持ちはみんな同じ。私が集金するから。嫁姑関係最悪だったんだけど。最後くらい優しくするべきよ。困った時はお互い様じゃない。こうして私はここで働き始めてからもお客様だけでなく従業員のみんなにも手を差し伸べてきた。そんなある時、隣町で大規模な土砂災害ですって。そちらからのお客様が来たら優先して商品を売ってあげないとね。それはやりすぎじゃないですか。全員平等に接客するのが私たちの役目だと思いますよ。私の祖父母も被災してますけど、ここに来たら優先しようなんて思いません。え、レイナさんのおじいちゃんおばあちゃんが隣町で被災してるの？ええ、家族も家も全部無事ですけど。それじゃあレイナさんのご家族のためにもみんなで被災地支援に行きましょう。だからうちは大丈夫ですって。レイナさんのご家族だけじゃない、困ってる人はたくさんいるはず。店長、今日は臨時休業にしてみんなで行きましょう。何言ってるんだ、休みになんてするわけないだろう。困ってる人を助けたくないんですか？手を伸ばせば届くんですよ。このスーパーのロゴが入った上着を着ていけばいい宣伝にもなります。年中無休のスーパーがいきなり休業してたら困るお客様だっているだろう。そうですよ。それに二次災害三次災害があるかもしれません。大人数で行くのはよくありませんよ。でも助けを求める人たちの声が聞こえるの。誰も行かないなら私一人でも行ってきます。店長、急ですけど今日は有休でお願いします。はいはい、勝手にしてくれ。これはひどいわね。すみません、何かお手伝いできることありませんか？どなたですか？私、隣町に住んでる者です。困っている人を助けたくて来ました。お手伝いさせてください。わかりました。それでは安全面に十分注意して、泥の撤去をしている人たちがいるのでそちらに合流してください。はい。結構重労働ね。でもこれって本当に誰かの助けになってるのかしら。本当に困ってる人を見つけて助けたいわ。そうだ、どこかに避難施設があるはず。そこに行けば本当に困っている人がいるはずだわ。大丈夫ですか？はい。そんなことありませんよね。辛い時は辛いって言っていいんですよ。あなたは？大丈夫です。皆さんの気持ち痛いほどわかります。家族を失い、家を失い、職も未来も失い、皆さんお辛いですよね。でも悲しまないでください。皆さんは生きてます。生きていれば必ず明日は来ます。この辛い現状もいつかは過去になるんです。前を見ていればいつかは光が見えます。皆さん顔を上げてください。ちょっと何やっているんですか？皆さんに寄り添い元気づけようと思いまして。
善意はありがたいのですが苦情が入ってます。迷惑になりますのでお引き取りください。迷惑だなんて。私は誰かを助けたくてここに来たのに、それが迷惑だと思われているなんて考えもしなかった。納得はいかなかったが、この日は仕方なく帰宅することにした。次の日スーパーに出社すると、珍しくレイナの方から話しかけてきた。エリカさん、昨日本当に被災地に行ったんですか？ええ、困っている人を助けようと思って。迷惑行為をしたらしいですね。ここの店の人間が問題を起こしてるってネットで出回ってましたよ。この店の者として、被災者の家族として、そういう行動はやめてください。私は親切心でやってるの。どうして人の善意にケチをつけるの？他の従業員の方にも聞きましたが、あなたの善意を押し付けられるのは迷惑なんです。善意を押し付ける側より、押し付けられる側の方が心も体も辛いんです。そんな、私はみんなのためになると思って。それが重荷になることもあるんです、分かってください。私はそんなつもりじゃなかったのに。今回の噂は従業員内に一瞬で広まり、私は会社で孤立してしまい、そのまま退職した。その後、義祖父が体調を崩してしまったので、ちょうどいい機会だと思い、家族全員で引っ越しをすることになった。引っ越ししたくない。どうして？おじいちゃんのお家の近くに行くだけよ。転校したら友達と別れなくちゃいけないでしょ。私はこの家で一人暮らしする。小学生が一人暮らしなんてできないわ。それに新しい学校で友達を作ればいいじゃない。これは困っているおじいちゃんのことを一番に考えた一番いいことなのよ。お母さんは私が困ってもいいってことでしょ。新しい友達なんていらない。お父さんもお母さんもいらない。子供との関係も良好にしてきたつもりだったのに、何が悪かったのだろうか。私は一体どうすれば。誰か困った私を助けて。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。